さあ、どこでできたかな。オッケー。ちょっと待ってくださいね。おっしゃ、OK です。始まりました。はい、それでは皆様、こんばんは。ちょっとね、時間遅れてしまいまして、申し訳ありませんでした。今日はトイロチャンネルからのライブ配信ということで、ありがとうございます。早速、カズカズさんから、ヤスさん、モモさん、こんばんはということでコメントいただきました。ありがとうございます。じゃあですね、今日はギタリストの木村モモさん、先日私のチャンネルの方でゲスト出演していただいたんですけども、今日はトイロチャンネルからということで、自己紹介をしていただきたいなと思います。それでは、お願いいたします。トイロチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。フィンガーピッキングギタリスト、そういうジャンルでギタリストをやっております、木村桃と申します。現在は尼崎市に在住でして、地域のコミュニティといいますか、そのつながりで、ヤスさんと、お友達になりまして、今回お招きいただきました。今回は、対談スタイルということで、また何か皆さんとお互いに新しい発見できたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、前にね、ちょっと、前聞いたかな？そもそも、ギターを始めたきっかけというのが、前言いましたっけ？そうですね。おとといの配信の時ではお話しはい。します。小学校6年生の夏休みにですね、チャギアンドアスカのアスカさんのソロキックスっていうアルバムがあるんですけど、はい。それの全国ツアーがありまして、で、はい。それ公演の時に父親に連れられて行ってきたんですね。演奏してたバックミュージシャンのうちの一人が、お名前が今でも分かんないですけど、ああ。はい。アコースティックギター系を、まあ、基本としてベースに。される方なんですけど、その方の演奏が素晴らしくて、楽器がやってみたいと。そこで、アコースティックギターですね、最初はい、は。で、ストリートパフォーマンスとかする中学生時代を過ごし、高校時代はソフトボールやってたんですけど、あ、ソフトボール？意外やな。食べていけないってことで、はい。なんとか可能性があるとしてやっぱ音楽かなってことで、音大入学を目指して猛練習が始まった。で、そこからは、ガット弦に持ち替え、でフィンガースタイルに、ジャンルを変え、現在に至るっていう感じですかね。おお、なるほど。小学生でしたっけ？小学6年生、はい。小学6年生から始めたんですか、ギターも。はい、そうです。おお、なるほど。早いな。フォークソング系では早いかもしれないですけど、クラシックギターをやってる人たちは、1歳とかから始めてはるから、もう遅いって何回も言われあ、そうか、クラシックギターだったら遅いか、確かに。る。で、人のね、まあ、人と同じように練習しとったんじゃ、すでに打たれてない面でっていうよく言われてましたね。ああ、なるほど。ちょっと待ってくださいね。あ、コメントいただいてますので。これ、皆様、音どうですか？音聞こえますか？ちゃんと。コメントです。コジコタムーさん、ヤスさん、モモさん、こんばんはと。ハッピーしかないでしょうさん、こんばんは。木村モモさん、はじめまして。構造構文さん、オフィシャルチャンネルさんから、ヤスさん、ライブお疲れ様です。いつもありがとうございますと。
画家のですね、私もよくしていただいている公文公造さんという方がおられるんですけども、その方、今日は自ら見ていただけるということで、今日はいろんな方が見ていただいております。音大丈夫かな？なんかね、ももさんの音が入りにくい時がね、あるんだけど、何やろ。今回だけですか？前回もですか？いや、今回ですね。そうですか。あ、うん、今はどうでしょう？今は大丈夫ですね。今大丈夫。今大丈夫です。この距離を保っていきます、マイクと。あ、なるほど。そうか、小学校6年生か。あ、ハッピーさん、聞こえてますよ、と聞いてますね。あ、ほんなら、よかったよかった。前話できなかったんですけど、私、フライドプライドってバンド知ってますかね？知らないですかね？もう解散してますけど。聞いたことあります。聞いたことあります？はい。すごい好きでね。はい。で、横田さんってギタリストなんですけど、で、ガットギターで、こうピッキングサイズ、同じフィンガーピッキングサイズで。ちょっとクラシックとはちょっとちゃいますけどね。どっちか言うたら、フラメンコっぽい感じかな。どっちかというと。はい。そうそう。なんかこう、すごいね、こう前のあの、シンガポールの朝をね、聞いてもらうときを見て、そういうふうに思ったんですよ。ああ、そうなんですか。いや、知ってはるんかなと思ってね。ちょっと一回聞いてみようと思って。いや、ほんまに。プライドってインパクトあるユニット、バンド名ですかね。バンドでね、もう解散しましたけどね、うん、こう、ジャズ用になるのかな。まあ、ただ有名曲もね、いろいろカバーしてはってね。はい。高槻のジャズストリートもたまに出てはったんかな。へぇ。うん。まあまあ、ちょっと待ってね、コメントがね、おもさんの声が少し聞こえにくいです。安さんはクリアってきます。なんだろう。なんかマイク使ってます今日。あ、前回と一緒のコンディションあるんですけど。何やろね。なんかこうね、なんかね、反響、なんかリバーブがかかってるようなように聞こえる。何ですか。うん。なんででしょう。なんでやろうね。まあ、特に同じやということですね。前回と同じですね。ということでございます。すいません。コメントいただきました。ライトニングさん。安さん、皆さん、こんばんは。木村モーさん、はじめまして。と。いうことです。ベイさんからもこんばんは。マコさんからもこんばんは。ということでございます。そうなんですよね。あと、ギター始められて、はい、コンクールとか、その辺のもろの話も、もしよろしければお聞かせいただきたいなと思うんですけども。はい。はい。どうしようかな。一回、私退出しようか。あ、マジですか。いけたいけた。ちょっとね、設定をね、はい。この設定を変えてみようかなと思って。はい。通信を。出ますね。テスト、ワン、ツー。どうでしょう。あ、全然良くなった。あ、オッケー。違う。めっちゃ良くなった。うん、うん。違う。回線にしてみました。あ、そうなの。はい。なんや、なんか全然良くなった。OK。これが本当に、はい。ねえ。はい。すいません。いえいえ、大丈夫です。ちょっとコメント言いますね。はい、せいちゃんさん、木村ももさん、はじめまして。はじめまして。ということでございます。そうです。まだね、ももさんのことを知らない方がたくさんおられると思いますので。はい、まあ、小学校からギターを始められて、はい。で、こうご活躍されていくんですよね。いや、活躍。ありがとうございます。はい。コンクールじゃない、世界大会、何でしたっけ。そうですね。はい、モーリスっていう森平楽器あるじゃないですか。はい、モーリス。あこが主催しているフィンガーピッキングデイという、はい。はい、そういう、指弾きのコンテストがあるんですよね。はい。で、それに2014年に出たときに、うん、優勝して、全国大会で優勝して、うん。はい。で、優勝者だけ世界大会に行けるっていうチケット特典なんですよ。うんうん、はい。で、2015年にインターナショナルフィンガースタイルギターチャンピオンシップという、アメリカのカンサス州で開催される世界大会があって、はい。はいはい、でそこでトップ5。うん、トップ5に2015年と2017年と、はい、はい、入賞っていう形で取らせていただきました。え、2年
2回、記念飛ばし、はい。すごいじゃないですか。2回いけるって。そうですね、まあまあ、でも、一番目指してね、続けて頑張ってるんですけど、でも、今となっては、もう、海外に出ることさえ、はい、困難になってしまったんで、まあ、挑戦しててよかったなと思います。どうですか、まあ、私なんか全然、まあ、ギターはね、弾いてましたけどね、まあ、そういう経験は全くないので、どうなんでしょう、なんかこう、世界観変わりました？世界観というか、まあ、出た後の方が悪いですね。出た後のが悪いんや。ですよ、出た後の自分が、ちょっとね、なんて言ったらいいか、もうちょっとシャキッとせいってなりますけど。あれあとやっぱり、出る前というのは、まあ、ほんまに、はい、音大の受験の時よりも練習しますよね。具体的には1日10時間はざらに練習しますし、はい、もう1日のルーティンっていうか、その短い睡眠時間で、はい、あの体力も、あと、うん、食べ物も、あと、はい、練習内容も全部チェックしてみたいなこと、はい、そこまでやって初めて優勝できたから、なんかやみくもに練習してた時もあるんですけど、それではやっぱり2位にはなれたけど1位にはなれなくて、はい、で、まあ、だからコンテストに勝つってそういうことなんやなっていうのはいい経験になってます。もう1回やるってなった時にまたスイッチ入れるの大変ですけど。もう1回チャンスはあるんですか？まあ、コンテスト自体は中心にはならないので、あ、私たちが海外に出れるようになれば、うん、いけるはずです。ああ、なるほど。うん、なんかね、あの、ブログだったかな、なんか紹介文読んでるときに、はい、ニューヨークに行ってはったっていうのが書いてあってね。はい。あれはどういった経緯で？ニューヨークはほんまに音楽武者修行という形で、はい、で本来は留学したかったんですよ、はい、でイギリスに留学したかったんですけど、はい、それはまあ親と相談した結果、うん、ひとまず社会に出ましょうってことで、あ、なるほど、断念して、はい、で、あの、まあ、社会に飛び込んでギターを弾く中でも、うん、やっぱり世界に挑戦したいっていう気持ちが芽生えてきて、ほんで、まあ、出ていくにはもう一回社会出てしまってるわけじゃないですか、はい、はいはい、だから今度はやっぱりその中で勝ち残っていくっていうことを視野に挑戦しなければいけないっていう話になって、うん、で名実ともに一流を目指そうというふうになったら、はい、一流に触れないといけない、うん、まず一流に触れて自分の血肉にして、はい、でそれを吸収しきったものの中から自分から今度何が出てくるかっていう、はい、まあ、それをあのやるんやったらやる価値あるんちゃうかっていうふうに思って、うん、で選んだのがニューヨークなのはやっぱり世界中のねちょっと抜きに出た人たちが集まる場所なんで、うん、はい、そこでとにかくどっぷり浸かろうと、うんうんうん、いうことで、まあ何の何ですか、就労ビザもない学生ビザもない、はい、もう観光ビザだけなので、はい、3ヶ月間実地で行ってきましたね、うん、それその時にいっぱい友達できて、ああそうなんですか、うん、で、あの年に2回とか3回とか、はい、行くようになりましたね、うん、あ、ね、あそうなんだ、うん、モーさん英語喋れるの？英語はほとんど喋れないですけど、うん、ほう、だから日常会話の底辺やったら喋れる、うん、あ、それで言ったんだ。でもそれレベル低いですけど、うん、専門用語になったらもう全然ダメです。ああ、なるほどな。そっか、どうでした？行って、いや、うん、本当に行ってよかったにつきます。あ、まあ、今なんかはね、あんま比べてもしょうがないですけど、でもこのコロナウイルスが、はい、あの流行ってしまってからは、はい、っていうかもう流行り始めた頃ぐらいから、どの国の人であれ、うん、留学生は強制的に帰国させられてるので、うん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 、なんかそれを思うと、私も本来、2020
19年から語学留学を決めて手続きもしてたんですけど、はい、ああ、そうなんですか。うん、4年間、うんうん、でも4年間そうなんです、そうなんです。でもトラブルがあって入れなくなっちゃって、はい、あ、なんかこれも意味があるんだろうなと思って、うん、あの去年はどっぷり尼崎にいてたんですけどね。なるほど。はい、そっか、それでよくお見かけしてたんですね。そうそうそう、まあ、何にしてももしそこで行ってしまってたら、うん、うん、尼崎でもどっぷり浸かりきれない、はい、で海外でも学びきれないで帰ってくることになってましたから、うん、はい、ほんまに今思うと私にとって できることやっててよかったなって感じですかね。あ、まあね、ももさんのホームページ見ると、こうライブの、ね、予定がね、だーっとあったんですよ。まあ、前もね、言いましたけどね。はい。このコロナの影響によって、もうすべて。すべて。すべてが。キャンセル。キャンセルに。ねえ。まあ、もうようやくね、解除にね、うん、なりそうな、もう決まったんかな、もう。ちゃいます。今日多分なったと思いますよ。あ、もう今日解除になったんだ。解除宣言になったんかな、はい。そうですね。まあでもね、かといってね、そんないきなり、また前のような予定にね、なるとは限らないし。いや、無理でしょ。うん。あんま無理とか言いたい、その言葉好きじゃないですけど。まあ結構反動がね、すごいでしょ、なんか見てても。いやー、もう。今はようやらないですね。うん、11月に、400人のホールでコンサート企画してたんですけど、はい、11月に、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。うん、でも11月やったらできるやろとか思うじゃないですか。はいはいはい。え、でも今日ね、うん、トイレ入ってる時にそれをイメージしたんですよ。400人、はい、人がバーって集まってる状況、うん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 、11月の中旬って言ったらもうそこそこ肌寒い、うん、いや、もう寒いですよ。んで軽い風邪は引き始める人もいる、うん、で、アビガンが効く効かないとかって言ってますから、アビガン自体が来年からしか使われへんって言われてた、うん、ここやったじゃないか、はい、で、ワクチンは来年の夏までないかも、うんうん、いやー、自分は不謹慎でしかないなって思ってきて、この400人を密に座らせてる中で自分がノーノーとど真ん中で弾いてるみたいな、うん、なんか芸術は大事やし、文化は絶対大事やし、はい、なくしてはならない、音楽も止めてはいけない存在というのは間違いないんですけど、はい、まあ、届け方っていうのを、うん、届け方ね、もう直さなければいけないですよね。まあそれが前のね、あのお話ししたときにおっしゃってたように、こうオンラインで、うん、何でしたっけ、リモートライブ。あ、リモートライブ。はい。ね、いいですよね、リモートライブね。いいですか、いいと思っていただいて。いや、いいじゃないですか。そのリスク、まあ、11月がどうかね、っていうのはちょっとわからないですけど、うん、まあ、リスク回避するんだったら絶対ね、リモートでやった方が。そうですね。まあ、それがどれぐらい集めれるかっていうね、話なんですけど、うん。みんながやるでしょうから、うん、うん、いや、なかなかもう なんか今日思ったんですよ、やっぱり恥かきながらでもね、挑戦することはしていこうと思ってるんですけど、うん、もちろん場合によっては違うお仕事も頑張っていかなければいけないかもしれないですけど、まあ、でもなんか何をするにしても大事なのは運やなと思って、うんうん、なんかすごいそれが試される時代が来てるぞって思いましたね。なるほど。前にね、はい、ももさんの前に、岡本太郎賞を受賞したね、国久真由さんっていう画家の方と対談したんですけど、うん、これやっぱりね、オンラインでね、はい、行きたいっておっしゃってました、やっぱり。あ、画家の方とか、でもどうやってされるんですか？どうやってする、うん、どうやってするかはまだね、多分ね、試行錯誤だと思いますけどね。画家さんですよね、絵画家です、はい、うん。書家とかやったらね、書家さんとかまだイメージですけど。まだいろいろこうね、
皆さん考えてはおられますよね、やっぱりね、この状況なんだけど。うん。まあ、ベーシックがもう変わっちゃうでしょうね。ねえ。そっかそっか。ちょっとコメントを見ましょうか。お願いします。カズカズさんから、ももさんと、グーマーク。で、マコさんよく聞こえると。で、カズカズさん、この間のライブの後で、ももさんのチャンネル見ましたと。素敵だったと。生で聞いてみたいと。書いてます。長尾 S さんから、皆さんこんばんはと。で、カズカズさんから、S さんこんばんはと。で、ハッピーさんが人生いろいろ紆余曲折ありますね、ということでございます。うん、どうですか？ギターしててよかったですか？ギター弾いててよかったですか？あ、今、こうなっても思うこと。うん。ギターしかできませんもんね。マジで。マジで。言葉悪いですけど。うん。いや、そう。だから、まあ、メジャーな人とか。はい。お金の管理きっちりしてる人とか、なんか、まあ、いろいろありますよね、うん、そのミュージシャンの中でもいろんな人がいる。まあ、でも自分は自分の畑の中で精一杯やってきててよかったなって思うし、うん、なんか、木村ももさんってどんな人ですかってこれから聞かれたときに、うん、はい、あ、いついつはこんなことやってたんですよって言えることが、うん、おかげさまでいくつかあるから、はい、うん、なんかそれをどれだけ感謝して大事にして、うん、これから伝えていくこうなんか武器にしていけるかっていうのは、お、うん、考えたことね、うん、まだね、まだ若いじゃないですか、年齢も。いや、まあ100年時代っていう意味ではあれですけど30も半ばに入ってきてますから。どうした、夢はありますか？夢はもういつかは絶対にグラミー賞を取りたい。ああ、グラミー賞か。うん。なるほど。いろんな部門がありますけど。グラミー賞って日本人で受賞した人って全然知らないんですけど。はい。あの、坂本龍一さんぐらいなの？おいてはるの他にも。坂本龍一さんはアカデミーの方です、ね。アカデミーでか。だから、私の知ってる範囲で言うと、ビーズの松本さん。はい、あの、あと上原ひろみさんというピアニストの方が携わっているアルバムが受賞したはずですね。はい、うん、あ、そうなんですね。うん、ほう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 。といくつかあると思います。まあ、グラミー賞って言っても有名どころではそこしか知らないかもですけど、うん、シンセサイザーの北郎さんとかも撮ってたんじゃないでしょうか。あ、そうなんだ。うん、すごいマニアックって思ってしまう。マニアックとなんかヒーリングミュージックのイメージがね、すごい強いですけど、ニューエイジというかヒーリング、そういう部分もあるんですよ、ね、確か。ああ、うん、いろんなジャンル あの部門があるんでね、うん、はい、グラミー賞ですね。はい、ねえ、大きい夢やな。そうですよね。そうですよね。うん、ねえ、何なんかあのクラプトンの顔が出てきましたわ、なんか。神様、ギターね。すみません、コメントを言いましょう。はい。あ、ピーローさん。ピーローさん、皆様こんばんはと。あの、ピーローさんってあの、トイロチャンネルの一員でございます。はい。で、ハッピーさんから、11月だと通常でも観客席で席が聞こえ始める頃ですね。何かあったらなんて想像すると人混みは恐怖に感じますよね。主催者なら余計にそうだと思います。ということでございます。ハッピーさんとカズカズさんからピーロさんこんばんはと。ピーロさんいつもトイロチャンネルをご覧いただきありがとうございます。カラカナ TV さんからこんばんはということでございます。はい。じゃあもうすぐ40分になるので、はい、お待ちかねの演奏タイムに演奏、そうですね、していただきましょうか。あ、この間シンガポールの朝というコーヒーなんですけど、はい、そうですね、やっさん TV ではね、シンガポールの朝を演奏していただきまして、思ったんですよ、アナと聞き返してて思ったんですよ。はい、音が割れてるなと思って。おう、なので多分ちょっとスローテンポの曲を弾いた方がいいです。あ、なるほど。今日はクラシックの曲はリクエストしたらまずいですか？ちなみに。あの、前に言ってたあの、禁断の。
あ、禁じられた。あ、禁じられた。これ禁じられた。はい。禁じられた遊び行きましょうか。行きますか。いいぐらいの音量やと思います。おーっしゃいい感じですね。音もいい感じ。これアンプとかですか？あ、いやこれ生音ですよ。あ、生音か。全然いけるでしょ。全然いきますね。ギターはリバーブとかないのが一番好きですね、私はね。あ、なるほど。それでは今から演奏を聴かせていただきます。フェードが入んないですね、今日は、ね、ですね、もうちょっとかな。おお、いい感じですね。では、はい、映画禁じられた遊びのテーマソングを。あ、まずそちらから行かれますか。了解です。素晴らしい。ありがとうございます。さすがですね。いい人なんだよ。素晴らしいです。コメントいただいてます。あ、そうですか。ね、ハッピーさんから、この時期にこのメロディー胸に迫るものがありますと。で、カズカズさんから切なくて泣きそうになると、いうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、もう一曲。はい。テンポの今度はオリジナル曲で、さっき触れていただきましたニューヨークの旅の時途中にできた、アイリッシュインブルックリンという曲をお送りしたいと思います。アイリッシュインブルックリン、アイリッシュインブルックリン、はい、アイリッシュインブルックリンか。はい、このブルックリンの街というのは、まあ、アメリカが、はい、できるアメリカの小国になる、はい、その時にですね、うん、国の町をアイルランド人が船で渡ってきて、はい、そして町を立ち上げたっていう歴史があるそうで、
で、まあ、それを聞きながらブルックリンの街を散歩していた時に浮かんだ曲です。はい、おー、では、お聞きください。はい、お願いします。素晴らしい。いいえ、こんな感じです。いい曲じゃないですか。ありがとうございます。なんかね、ずっとずっと聴きたいね、なんか。エンドレスで。嬉しいですね。いやいやいや、もう何もね、もうコメントいらないですね。皆さん、あのコメントをたくさんいただいてまして、今20名の方、聴いていただいております。さっきのね、禁じられた遊びからのコメントだと思いますけども、なんという音色と、まこさんから、かずかずさんからパチパチパチと、こじこどもさん素敵な演奏と、せいちゃんさんこんなに綺麗な曲だったのと改めて感動と、でべえさんからもパチパチパチと、で、ハッピーさんからギターって素敵と来てます。で、まこさんパチパチパチ、ハッピーさんもパチパチパチ、ボンさん、ピーロさん無意識に入ったけど、トイロチャンネルなんですね。ライトニングさん素敵な音色うっとりと、KM さんかな、こんばんは、はじめまして、聞き入ってます。です。はい。と。ピーロさんから、そうです。そういうチャンネルです。と。で、ワンさん、ハッピーさん、今、ギター素敵ってことだよね。で、マコさん、素敵、おっとりと。カズカズさん、最近こういう音楽を聴いてなかったから、ジーンと胸に染みますと。カズさん、カズカズさん、パチパチパチ、素晴らしい。KM さん、パチパチパチ。セイキちゃんさん、ずっと聴いていたいと。で、ハッピーさんからもパチパチ。マコさんもパチパチ。ピーロさんもパチパチと。素晴らしい。ありがとうございました。モーさん、これ、CD 自主制作でこれ販売してるんですよね。まあ、宣伝になっちゃいますけど。そうですね。はい。木村もものウェブサイトで、ね、はい。で、あの、販売してるんで、一応2009年から、はい。どうしててコツコツ1年に1枚を目指してやってきてて。ああ、なるほど。はい。昨年10枚目になりましたね。ああ、すごいな。あの、またね、
こちらの方にも、やさん TV と同じように、ホームページと、YouTube チャンネルと、はい。で、Facebook とインスタの URL また貼り付けさせていただきますので、またよろしくお願いいたします。で、毎日10時からでしたっけ、ライブ、Facebook、インスタ。インスタと Facebook と、はい。で、ライブされてると。いうことですので、また Facebook、インスタでも検索していただきましたらと思います。ありがとうございます。さっき曲名聞いたときにね、言わなかったんですけどね、スティングのね、スティングの曲のなんかイメージしたんですよ。イングリッシュマン、そう、イングリッシュマン・イン・ニューヨーク。そうそうそう、なんかね、うん、なんかや知らなかったんですよ。イングリッシュマン・ニューヨークのタイトル。はい、あ、そうなんだ。うん。いや、なんか曲聞いてもね、なんかそういうイメージがなんかバーっと出てきてね、うん、うん。パープルウィンドっていう曲もあるんですけど、はいはいはい、パープルウィンドもなんかパープルなんちゃらっていう地味編の曲があるらしくて。あ、パープルヘイズ。それそれ。紫の煙。そうそう、何も知らずにつけてるから、後から恥ずかしい気がすることが多い。なるほど。無知は怖い。いや、でもちょっと素敵な曲でしたね、ほんとね。大変嬉しい。いやいやいや、一応オンラインライブっていうか、その、うん、10時からの毎日やってる分は、はい、緊急事態宣言の間はちょっとも皆さんの癒しキャストだと思ってやってたんで、うんうんうん、はい、今日がラストですね。おお、なるほど、うん、今日最後らしいです。10時から皆さん急に解除されたから、あ、そうなんと思って、私もまあ一応決めてたし今日ラストもうね、あと9分後なので、もうそろそろね、終わりにさせていただきたいと思いますけども。いや、本当ありがとうございました。モーさんね、前、ヤスさん TV でも言ったんですけど、はい、私ずっと前からね、面識があってね、ちょっとなかなかこうやっておしゃべりする機会がなくて、うん、いや、よかったです。なんかやっぱり2回目の方がスムーズですね、やっぱりね。そうですね。知らないことが少ないから。なんかね、はい、そう、めっちゃね、めっちゃご近所さんなんで。そうですね、チャリで15分圏内ですね。チャリで15分圏内にちょっと個人的にまた飲みに行きましょうね、また。ああ、美味しいとこ教えてください美味しいとこ、ああそうだねお酒でね、はい、お酒で、はい、ということでございます。何かございますか、コメント。皆様に、いや、皆さん、もう初めましての方がね、なのでこんな温かいコメントたくさんいただいてありがとうございます。今ね、今 24人の方が来ておられてます。嬉しいですね。ね、ほんまに、まあ、こういうご時世になったので、はい、っていうことが言えるけど、まあ、あんまそれにね、コロナの影響がどうのこうのってあんま関係なく、うん、これを機に、ね、リモートで、ライブをやっていきますので、また遊びに来てもらえたら嬉しいです。このズームでね、配信をしていくんですけど、うん、木村ももで、Google とか Yahoo とか検索してもらったら、うんうん、ペライチっていう木村のももっていうウェブサイトが出てくるので、うんうん、そこからオンラインショップジャンプしてもらって、はい、で電子チケットを買っていただくという流れになるんですけれども、貼っときます、後ほど。ありがとうございます。やっていくんでね、一回聞いたろうかっていう感じで。はい。はい。そんなやったらもっぺん聞こうかなって思ってもらえるように頑張って、ね。よろしくお願いします。まあ、まだ機会がありましたら、ぜひともまた一緒に出ていただきましたら、また光栄でございます。そうですね。楽しかったです。トイロチャンネルはね、私の会社のチャンネルでございまして、問答無用でやっさん TV 化してますけど、今。乗っ取ってるんですね。乗っ取ってます、今。そうです。一応ね、ちょっとごめんなさい、これ自分のこのトイロチャンネルの紹介なんですけど、はい、トイロチャンネルで明日の、夜にね、福祉用具のまたご案内のライブをさせていただこうと思いますので、ちょっとモモさん関係ないですけども、またよろしくお願いいたします。ということでございまして、今日はモモさん来ていただきました。ちょっとコメント読んで終わりましょうか。ボンさんからずっと見ときたいと。で、ケイボさん10枚目パチパチパチと。ハッピーさん出会いに感謝します。つか生演奏を聞いてみたいということです。カズカズさん、モモさん素敵な音色をありがとうございました。ライトニングさん、ヤスさん少し痩せたと。お、マジっすか？痩せました？私。
よかったね。よかったね。コロナ太りなのに、タイミングで痩せるのすごいな。コロナ太りでね。小沢さん、ライトニングさん、運動の効果よと。ありがとうございます。そんなに頑張ってないんですけどね。はい、ライトニングさん、やっさん、木村もんさん、素敵な時間をありがとうございました。感謝と。和和さん、天野のみやさん、覗いたら、もんさんとやっさんに会えるかもと。ケモさん、素敵なギター演奏ありがとうございます。そうですね、もんさんね、すごいね、酒好きらしいですよ。こう見て。はい、ということで、今回はこちらで終了させていただきたいと思います。また、ももさん登場していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。じゃあ終わりましょうか。はい。はい、じゃあすいません、終わらせていただきます。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあ、ももさん、また。また出てくださいね。よろしくお願いします。はい、すいません。ありがとうございました。じゃあ、失礼いたします。